皆さんこんにちは。今回はですね、タイトルにもありますように、リップ祭りと題しまして、最近ね発売された、新しいリップをですね、今回なんと14本ありますので、そちらをまとめてご紹介していこうと思います。よろしければぜひ最後までご覧ください。ではまず一つ目はですね、はい、こちらのヒンスからですね、こちらのリップスティックの新色が出ておりましたので、早速ねビューティーコリアさんで発売していた分を選ばせていただいております。まず一つ目、こちらのインディケートというカラーになります。で、このリップ、今回は2本ともマットリップになっているんですけれども、見た目はねいつもと同じ感じになります。でこちらの色味はですね、はい、こんな感じのちょっとこうオレンジ味が入った、ブラウンカラーになっています。私はねこのヒンスだとマットのリップの方が結構好きで、こう塗り心地はねこういう感じで本当に軽い感じなんですけれども、しっかり発色してくれて、こうしっとり感がすごく程よい感じなんですよね。で比較的色持ちもいいので、やっぱりねすごく優秀な、リップだなといつも思っています。そしてもう一色、こちらのベアエッセンシャルというカラーですね。こちらもですね、ベージュブラウンカラーになっていると思うんですが、塗ってみると、はい、こんな感じで、先ほどよりもちょっとこう明るめといったらあれかな、ちょっとこうサイドがあるというか、こんな感じのね色合いになっています。こちらの方がちょっとオレンジ味がちょっとしっかりあるかなっていう色ですね。2色ともすごくね使いやすい、カラーになっていると思います。そして続いてはですね、こちらになります。これも本当にもう見た瞬間すっごく素敵だなと思ったんですけれども、ラベンダーフォグコレクションという名前がついております、アリタウムの、リップティントですね。あとアイシャドウパレットと、チークもあるんですけれども、まだちょっとビューコリさんでは取り扱いがちょっと始まっていなかったので、今回はねこのリップ、4色とも送っていただいております。まずはねこちらの01番から、見ていこうかなと思います。塗ってみると、あ、これはすごく私の好きな、ちょっとね白みが入ったくすみピンク系のカラーですね。で塗った感じはほんのりしっとりツヤ感のある感じで、発色も綺麗ですし、変にこうムラになったりしないのがちょっとびっくりしました。結構ね筋ムラとかできやすいベルベットティントとかもあるんですけれども、これは全然そんなことがなくって、しっかりねフィット感がある感じです。あと先に言うと少しバニラ系の香りがします。はい、残りねちょっと3色は、一度に塗ったものをお見せしていこうかなと思うんですが、こちらが2番、3番、4番というカラーになっています。結構ね2番のカラーはローズ系の結構赤みがしっかりある深い色味になっていますね。で3番のカラーはコーラル系かな、ちょっとベージュ味がある感じの色 で4番のカラーはね茶系ですね。大人の方が使っても違和感ない、可愛いねカラーになっているかなと思います。でこちら拭き取ってみると、結構ね色はね、表面についている部分が多いので、結構色は取れるかなと思います。でティント力もそこまですごく強いってわけじゃないんですけれども、比較的ね色は残ってくれてくるんじゃないかなと思います。そして続いてはですね、もう大人気ロム&のティントから新しい色が出ましたので、そちらをねご紹介していこうと思います。まず、こちらですね、ゼロベルベットティントの新色が4色出ましたのと、さらに、こちらのですねジューシーラスティングティント、こちらも4色新色が出ましたのでね、両方とも、ビューコリさんで、発売されていますので、早速ね選んでみています。まずはねこちらの、ゼロベルベットティントですね。今回、18番から21番までナンバリングされた、4色になっております。まずは1色目、こちらの18番のペタルタッセルから見ていこうと思います。は
はい、塗ってみるとこんな感じで、ゼロベルベットティントはですね、こういう感じの結構ね、しっとりしたテクスチャーなんですけれども、すごくあの塗り心地も軽い感じで、発色も比較的しっかりした、ものになっていて、個人的にはね、かなりあの上位に好きな、ティントの一つですね。で、色合いは結構ね、くすんだピンクベージュカラーになっていて、意外とね、これまでロムアンドにはなかった、色になっているんじゃないかなと思います。はい、残りの3色は一度にこちらも見ていただこうかなと思います。こちらが18番で19、20、21となります。結構それぞれ色の感じ全く違う4色になっていて、こちらの19番は茶色みがかった、オレンジベージュカラーになっていますね。で、20番のカラーはこちらも茶系なんですけれども、ちょっと赤みというか赤黒い感じが入った深みのある色になっています。で、最後の21番はさらにね、ちょっとこう赤黒い感じっていうんですか、リップのね、見た目もこんな感じになっているので、結構深みのあるかっこいいカラーになっていますね。ではもう一つですね、こちらのジューシーラスティングティントの、18番を見ていこうと思いますが、こちらもね、先ほどと同じナンバリングで18番から21番の4色がね、新色になっています。まあ、これもね、もう皆さん使ったことがある方多いと思うので、まあ、色の感じのツヤ感とかはね、もう定評があると思うんですけれども、まずはこちらの18番ですね、本当にこうみずみずしいツヤ感が表現できるティントになっていて、この色は結構明るめのピンクベージュカラーになっていますね。はい、こちらも残りの3色を、まとめて塗ってみています。こちらがですね、2色目の19番のカラーですね。19番のカラーはね、ちょっとこうトープっぽいというか、少しねパープルがかったようなくすみのある、まあ、ピンクとも何とも言えないカラーなんですけれども、なかなか面白い色になっていますね。で、こちらが20番のカラーですね。20番のカラーは本当にこうミルクチョコレートみたいな感じの色になっていて、結構こちらもね、ベージュのカラーがベースになっている、まあ、使いやすい、チョコレートブラウンカラーじゃないかなと思います。で、最後の21番がこちらですね。こちらも結構ね、発色がしっかりした、ちょっとね、暗めの、レッドカラーになっています。さっきのベルベットティントもそうですけれども、今回のこちらのジューシーラスティングの方も4色ともかなり印象がガラッと違う感じの4色になっていて、リップの色を変えるだけで印象をね、かなりこう差別化できるんじゃないかなと思います。で、先ほどの分も含めて、拭き取ってみるとね、こんな感じの色残り具合になっています。意外とね、ベルベットティントとはいえしっかり色合いが残ってくれていますし、まあ、ジューシーラスティングの方もね、まあ、ちょっとこのベースのカラーによって強弱はあるんですけれども、このレベルまで落とすとかなり落ちにくい感じになりますし、まあ、最近はね、もう蛍光色に変色したりするティントってもうないと思うので、こういうティント効果っていうのも、あのもちろん、しっかり、しているかなと思います。はい、ということで今回は、リップ14本、リップ祭りと題しまして、新作新色をご紹介いたしました。気になる方はぜひ、ビューティーコリアさんでチェックしてみてください。それでは今回も最後までご覧いただきましてありがとうございました。